次吐きだらけの君との時間をそろそろ終わりにしよう。この糸千尋の色とりどり散らばるでしょ。ねえほらあの時の言葉が覚めた無駄な時間。この糸千尋だけ不揃いだね。笑えるでしょ。ピッタピッタ絵も描いてピノニノも遊びましょう。ずれた糸がささやく